まあ、あとやっぱりね、東京都知事選っていうのが、やっぱまあ、先になっててですね、まあでも、その結果的にというか、まあ構図としてはですね、結局、宇都宮健児さん対、こう、猪瀬直樹の一騎打ちっていう構図が出来上がったのはね、まあ本当に良かったなと思いますね。まあそれは民主党が独自候補立てられなかったというのも、まあ大きく影響してて、まあそれも、いい方につながってですね、まあ良かったかなと。まあなんか民主党の菅直人さんが、宇都宮健児さんを支持するとかなんかそういう話もなんかちらっと見たんですけども、まあ民主党はどこまでなんかっていうのがね、まあいまいち信用できませんから、直前まで猪瀬さんを支持するみたいな話出てましたからね。まあでも、まあいいように、いい方向に、ね、流れたら僕はいいかなとは思ってるんですけども、まあ今日はそのフジテレビの、特ダネでですね、猪瀬さん、宇都宮さん、あと松沢さんですか、あと笹川さん。まあこの松沢さんと笹川さんはもう、なんていうんですかね、まあ、もう見えてあるかなと。まあその、もう絡まないかなと思うんで、本戦にね。やっぱりメインは宇都宮さんと猪瀬さんの一騎打ちということなんですけども、まあそれね、動画見たいんですけども、その動画がなくてですね、フジテレビのニュースの、まあ、動画がですね、これフジテレビ流してたんで、まあちらっと見たんですけども、まあなんかツイッターとか見てもですね、ものすごい猪瀬さんが行儀悪いというか、もうすごい偉そうに振る舞ってたらしくてね、宇都宮健児さんになんかこう、なんていうんですかね、なんかこう、恫喝するようなことを発言をしてたみたいなは、ツイッターの感想に書いてですね、まあ、すごい偉そうだったと、傲慢だったという批判がいっぱい出てたんですけども、まあ、この1分少々のね、フジテレビのニュースの動画を見てもですね、その部分は出てなかったんですけども、まあ、なんかちょろっとですね、猪瀬さんがですね、何回もこう手で、宇都宮さんの前に、顔の前に手突き出してこう遮ってるっていうね、多分なんか、いやー違うんですよ、みたいな、あんたの言ってることは、みたいなことを言って、どうせそういうこう否定的なことを言ってたんだと思うんですけども、まあ、猪瀬さんなんかですね、まあ、今回の都知事選、まあ、楽勝なんじゃないかと思ってたら、まあ、実は、ものすごい焦ってんのかなと。やっぱりそれはですね、その宇都宮健児さんを応援するね、人たちが、まあ、徐々に増えてるっていうのがね、大きいと思うんですよね。本当いろんな著名人の方とかですね、熱っぽく、その宇都宮健児さんの良さっていうのを語ってたりとか、ツイッターとかね、まあ、ユーストリームとかでもいろいろ流れてるわけで、なんかそういうのを見てたらですね、まあそれは組織に頼る、選挙をする猪瀬陣営としてはですね、かなり焦るのも、まあ当然かなっていう感じしますね。だからまあそういう意味でね、宇都宮さんがどんどん追い上げてきているのかなっていうね、感じはするんですけども、まだただ、宇都宮さん知名度がやっぱり思ったより、まだまだだという声をですね、僕は昨日知って、まあ、僕なんか本当サラ金問題の時からですね、宇都宮さんのことがファンだったんでね、当然みんな知ってるだろうと、NHK のプロフェッショナルっていう番組にも出てたりとかしてるんでね、まあ、日弁連会長だったりもしてたんでね、その去年か一昨年ぐらいね、当然知ってるだろうと。原発事故が起こってもですね、また貧困問題とかでも、もうしょっちゅう日弁連の会長として、声明っていうのを出してたんでね、知ってるやろと思ってたら、全然知らない人が多いと。東京の人でさえあんまり知らないっていうことね、これはやばいなと、僕は思うんですけども、まあでも、その結果はともかくですね、やっぱこれだけね、まあ僕もそうなんですけども、多くの人が宇都宮さんの人柄を知ってですね、まあ応援、しようっていう気になってる、この盛り上がりがですね、やっぱ僕はそれが一番大切かなと、いや思うんですよね。まあなんかこの特ダネのね、その、番組が終わった後、
なんか猪瀬直樹さんがですね、僕の思ってる構成と違うと、番組構成じゃなかったみたいなこと言って、スタッフに、この特ダネのスタッフにね、当たり散らしてたっていうことを、なんかツイッターで見て知ったんですけども、まあそんなやつやろうなと、猪瀬っていうのはね。まあなんかこの今でこそね、東京都の副知事とかやってましたけど、その前はね、いろんな本とか書いてたんですけども、その頃から、評判悪いと。まあ、それはなんか噂の真相っていうね、昔もう廃刊になりましたけども、その、雑誌にはですね、ほんといろんなことが書いてたと。まあ、女性にセクハラとかですね、パチンコ玉で猫売ってたりとかね、なんかスタッフに死刑だとかで丸坊主に刺したりとか、まあそういうのをね、書かれてたっていう過去があるわけでね。まあまあでも猪瀬さんのね、人格見てたらそうだろうなと。まあ最近でも、なんか北海道に雪かき行ってこいとかね、なんか漫画家に偉そうに言ってたりとか、ツイッターでそういう発言してたりとかですね。まああとは最近なんかで言ったらですね、こう、まあ同性愛者ですか。なんか、そういう人権も認めてくださいみたいなコメントに対しては、その人権は認めますみたいなね、なんか何様やねんというようなこともなんか言って、一部ではすごい反感買ってるんですよね。まあそういう意味でもですね、石原慎太郎の、差別主義的な発言のですね、まあ継承者かなっていう感じもして、まあ猪瀬直樹っていうのも、まあとんでもないというか、まあ石原の腰巾着みたいなね、なんかまあ橋本もそうなんですけども、まあなんか腰巾着っていう、ね、言葉がぴったりなね、その感じなんで、もうほんと宇都宮健二さんと比べるまでもないっていうかね、ほんともう宇都宮さんなんか別に選挙に出なくてもね、別に良かったと僕は思うんですけどね、出ても、東京都民に、宇都宮さんの良さっていうのは分からんやろと、ほんと僕は、まあ、それぐらい思うんですけども、ほんとなんか猪瀬さんとね、比べるっていうのはね、もう、なんか、宇都宮さんが気の毒かなっていう感じがするんですけども、まあ、猪瀬陣営なんか利権だけでね、結びついたね、人たちに支援されてんのとですね、やっぱ猪瀬さんじゃなくて宇都宮さんのね、やっぱ人柄とか、これまでやってきたことね、さらき問題とか、反貧困とかね、まあ、そういうの見たら、そういうのを見てね、応援する人たちと、比べたらですね、やっぱり一票の重みも全然違うぞということはね、僕は言えると思いますけどね。まあまあ、どういうふうな結果にね、なるかわかんないですけども、本当ね、でも宇都宮健二さんが、おとといぐらいですかね、杉並区の集会で言ってたんですけども、なんかね、やっぱその今までその、サラキン問題とか、オウムとかと戦ってきたりとかして、ほんとサラキン問題ではヤクザにこう、その包丁突きつけられたりとかしてもね、そういうのもあっても、債務者ね、借金してる人たちのために戦ってきたっていうのもあって、なんか展望のある戦いは本当の戦いじゃないと、展望がないから必死になるんだみたいなことを言ってたんですけども、まあそういうことをね、さらっと言えるっていうのは本当にすごいなと思いましたね。本当にこう、組織票があってですね、もう勝てるって踏んでから出馬する、どっかの誰かさんとはですね、大きな違いだなと。まあそういう意味でも本当に、まあどこまでね、頑張れるかわかりませんけども、まあ僕は本当に応援したいですよね。まあということで、今日はこの辺で、いつもありがとうございますということで、さようなら。バイバーイ。今は私にとっては戦争なんですよ。はい。負けることのできない戦争、私にとっては。小出弘明です。ポポンプーニャ。